皆様最近よく目にする、ね、お野菜ありませんか？スーパーで私はよく見るのがかなり美味しそうな春キャベツをね見るなと思います。いろいろ使い道がありますので今日はキャベツやっていきたいと思います。べっぴん菌でべっぴん体質、鈴木ひろみです。皆様キャベツといえば何を思いますか？キャベツは本当に、ね、栄養たっぷりです。食べる薬と呼ばれているほどですね、期待できる効果効能ねあります。やっぱりねお子さんも食べやすいかなと思いますので食卓に乗せやすい方も多いんじゃないかなと思います。そして生で食べてもいいしスープとかに入れていただいてもいいしねサラダにしてもいいしねっていうところで今日はですねキャベツにある栄養素のお話とそしてですねキャベツのね活用方法についてお話をしていこうと思います。ぜひね最後まで見ていただいていろんなキャベツのレシピをゲットしていただいて丸ごと買っていただいてはいぜひね作レポを書いていただけたら嬉しいです。こちらのですね別品菌チャンネルではですね麹にまつわるいろいろなお話をしております。この麹はですね日本の国菌である麹菌からできておりまして麹菌で作る麹がね原材料になっている日本の調味料はですねお醤油、お味噌、みりん、お酢、お酒ということで全部ね麹からできてます。麹菌まあ日本の国菌だし過去の日本人がですね麹菌をつないできてそして今この2024年にあるというところもね本当にすごいことだなというふうに思っています。このね麹たちをね、ぜひ次世代につないでいきたいし皆さんにねもっとね素敵なものとしてね感じていただいてですねつないでいけたらいいなというふうに思ってねこの別品菌チャンネルはやらせていただいてますのでよかったらチャンネル登録とグッドボタンとそしてシェアをお願いできれば嬉しいです。でこちらのね別品菌チャンネルではですね LINE 公式お友達になっていただきますと今日から使える麹レシピ10選をプレゼントしてますのでよかったらゲットしていただいてですねレシピいっぱいねこの別品菌チャンネルあるんですけどありすぎてもはや分かりませんっていう方もね多いんじゃないかなと思いますのでまずはこの10選ゲットしていただくとねいいんじゃないかなと思います。ということで今回はですねキャベツの健康効果ですね。キャベツの健康効果まず1つ目ですねビタミン C でございます。ビタミン C はいビタミン C といえばねコラーゲン生成ねコラーゲンの合成にもね必要なねビタミンになります。ビタミン C ね水溶性で流れやすいというところもありますのでいろんな形でねビタミン C 取るといいかなと思います。多くですね摂取してしまった場合はね体が勝手に排出してくれるというところがありますので心配せずにいっぱい取っていただくといいかなと思います。そして美肌効果もねこのビタミン C ね大事ですよね。はいお肌も白くなってねお肌がねコラーゲンねもちもちにもなってということでね美肌美容には欠かせないビタミンになります。そしてキャベツのねビタミン C 含有量は 100g あたりですね 44mg もあります。大きめのねキャベツの葉っぱであればですね3枚食べたら1日の摂取量がね OK になるぐらいですねビタミン C の含有量が多いです。キャベツに含まれるビタミン C はですね抗酸化力が高いというのが特徴になります。細胞が傷つくのをですね防いでくれる力などもあります。免疫力を高めてね鉄の吸収をですね良くしてくれたりとかそういった効果もあります。そしてビタミン U ですね。ビタミン U 皆さん聞いたことありますでしょうか？キャベジンといえばビタミン U ですね、はい、キャベジンといえばキャベツみたいな感じですよね。こちらはですね胃酸の分泌をですね抑制したり胃の新陳代謝をですね向上させて胃の粘膜を保護修復するような力があります。キャベツはね天然の胃薬ともね言われております。でよくねとんかつとかにキャベツって付け合わせになることが多いじゃないですか。やっぱりね油物を食べるとですね胃に負担がかかりますよね。そんな時にね胃を整えてくれるキャベツをねたっぷり食べるといいのでとんかつとかねそういったもののですね付け合わせにはキャベツが選ばれることが多いです。カルシウムもしっかり入ってます。でキャベツはですねカルシウムだけではなくてビタミン C そしてビタミン K も一緒にね摂取することができます。一つだけ取ってもねしっかり吸収されないというところもあります。はいそしてビタミン K ですねこちらも含まれています。ビタミン K はですね血液をですね凝固させる作用を持つビタミンになります。そう、止血とかね出産したとですね赤ちゃんがねビタミン K 飲みますね。そしてキャベツの効果的な食べ方ですね。キャベツといえばビタミン C ですねというのもお話ししました。ビタミン C は水溶性の食物繊維なので茹でたりしちゃうと流れちゃうというところがありますので火にかける場合はですねスープとかでね、そのまま全部のねスープも召し上がっていただくのがおすすめになります。あとはね生で食べるのがおすすめです。キャベツの千切りですね。でキャベツはですねやっぱりねほんとビタミン C がどんどん抜けてってしまうので千切りしてお水につけちゃうとかもうバーッとねビタミン C 流れちゃうので、先に洗ってね千切りしていただいて食べていただくとかっていう風にするといいかなと思います。そしてですねこちらのチャンネルではですね
何度かお伝えしているスキャベツという食べ方もねおすすめです。ダイエットをねされたい方とかにはですねとてもおすすめなスキャベツです。ご飯食べる前にね食べていただくっていうものになります。そう、そのスキャベツのですね麹スキャベツというのをですね開発しましてですね、麹とお酢と黒麦の塩麹をおすすめしてるんですけれども、それで使ったですねスキャベツおすすめです。そしてですね春キャベツのレシピはですねいくつかねこちらのですねべっぴんきんチャンネルはねこれありますので、よかったら見てみていただいてですねいろいろ作ってみていただければと思います。ということでですね今日はですね食べるお薬ということでですねキャベジンという名前にもなっているキャベツについてお話しさせていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。春はねどんどんやっぱりねお野菜も増えていきますし、春野菜いっぱい出てきます。春野菜ねやっぱり旬の時に食べるのが一番美味しいですし、栄養価もたっぷりになります。ぜひねたっぷりの美味しいお野菜ね、キャベツもですねもしよかったら召し上がってみていただければと思います。本当にねちょっと切ってですねざく切りにして醤油麹乗せて食べるとか、麹マヨネーズとキャベツを食べるっていうのもおすすめになりますので、ぜひいろいろやってみてください。ということでですね、はい、このチャンネルではですねいろんな動画出てますので、今日はキャベツのお話しましたけれども、今言ったね、麹マヨネーズだったりとかね、麹にねおソースかける方も多いかなと思うので、ウスターソース、麹ウスターソースもこの間ねやりましたので、よかったらまた見てみていただいてですね、キャベツにぴったりの、はい、おソースだったりマヨネーズだったりですね、そういったものも見つけていただくといいかなと思います。でもキャベツね個人的にはですねお味噌汁にしたりとかスープにするのもねすごい甘くて美味しいですよね。ぜひそのあたりもやってみていただくといいんじゃないかなと思いますので、ぜひいろいろやってみてください。毎週水曜日朝6時20分からですねライブ配信してます。今日お話に出たね麹マヨネーズだったりとかっていうのもねライブで作ってますので、よかったらですねライブの方ですね、今ね動画で見ていただいてるかなと思うんですけど、あのチャンネルの中にライブっていうのもあるんですね。でライブの方はアーカイブも残ってますので、よかったらそちらでですねマヨネーズとかね、はい、ウスターソースはまだ作ってない、みんなではね麹マヨネーズは作りましたので、よかったら見てみていただいてですね、美味しいキャベツに合わせていただいてですね召し上がってみていただければと思います。そう、ライブのねメニューはですね毎週日曜日ですね LINE 公式の方でお届けしてますので、 LINE 公式お友達になっていただいてですね、ぜひライブ参加するときにねご用意いただいてですね一緒に作ってみていただくとね、毎週1個なんかできるよっていう感じになりますので、やってみてください。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。またお次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。はい、ひろみさん質問が来てます。はい、醤油麹は乾燥麹で作る場合、うん、何グラムですか。乾燥麹で醤油麹作る場合も本当に生麹もそうなんですけど、生麹がひたひたになるぐらい入れればいいので、乾燥麹も醤油麹ひたひたになるぐらいで、プラス乾燥してるのでもっとお醤油吸収するので、乾燥麹のままで全然いいんですけど、お醤油をひたひたをもっとひたひたにしていただければいいかなと思いますので、はい、そのままやっちゃってください。はい、ありがとうございます。はい。